お買い求めいただきまして誠にありがとうございます。それでは解説してまいります。付属のカードですが、グラスの中にミルクが入っているデザインになっておりまして、このように縦方向の角度でミルクが満タンに入っている状態、さらに傾けていくとミルクが減っている状態、この2つの状態で見せることができます。見せ方ですが、お客様の目線からこのカードを見る状態と、マジシャン側の目線から見る状態、これを同じような角度にした場合、自分からミルクが空っぽの状態に見えるときは、お客様からは満タンの状態に見えています。また自分から満タンの状態で見えているときは、お客様からは少なくなっている状態で見えています。ですから、お財布やパケットケース、封筒などからまずは角度に注意しながら出していきます。少ない状態からまじないをかけて傾けていき、このように満タンにしてもいいですし、満タンの状態から、このストローの口の部分から吸うような演出をしながら、減らしていくという演技でもいいかと思います。また、映像でマジックをやる際に非常に向いているマジックになります。その場合は、角度をあらかじめ決めておいて、取り出してきてゆっくり傾けていき、ミルクが減った、そのような演技をするといいでしょう。以上で解説を終わります。